張り替えていくだけじゃなくて、すげえ全然違うね。今日はメンテナンスしていきますか。このキャンプオンパレードのコンタクターズチェア、めちゃくちゃうちら半年使いまくったもんね。ね、半年もっと経つよね。もっと経つかな。10ヶ月ぐらい経つ。しかも尋常じゃないぐらいいくからね。ハンプが緩んじゃったのかさ、ここの幅がだいぶ広がっちゃって、ポロポロポロ取れちゃうんだよね、これ。こっちはまだ足りないけど、だいぶ緩んじゃってるから、ね、このハンプが緩んでる分を、張り替えをしてね、もっとキュッと張りを出していこうと思うんですけれども、ここでこちら、ナチュラルマウンテンモンキーさんですね、ナチモンのマイスターシートと呼ばれるやつなんですけど、これの赤と黄色を買ったんで張り替えていこうと思います。はい、ただ今回張り替えていくだけじゃなくて、結構ね、よく見ると水が少し入ってたりとか、そうね、あとはやっぱ外で過酷な環境で直射日光だったりとか雨に濡れることもあったりして、だいぶなんていうんですかね、年季が入ってきたんで、これもどうせスポンポンにするから全バラし、そう、軽くバラして、でそれでね、やすりがけをして、でオレンジオイルを染み込ませて、で最後この蜜ろうですね、これで仕上げていこうと思います。やっぱ買った時よりもだいぶ色が白くなってきてるっていうかな。そうね、もう少しウォールナットのね、すごくいい、なんだろう、濡れ色が、そう、濡れ色があったけど、だいぶ白っぽくなってきてるから、この辺をね、しっかりヤスリがけをして、洗顔って感じかな、これは。そうだね、これで肌を出して取って、綺麗にして、で、このオレンジオイルが化粧水の役割かな、で、これが乳液とか、保湿して、そう、全然色が変わると思うので、やっていきましょう。じゃあ乾杯しとくか。いいっすか。飲みながらやりましょう。そうですね、今日誕生日なんで、僕、ケンイチ君おめでとうございます。32歳。32歳、自分で買ってきましたよ。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあまずこいつをバラしていこうか。うっす、これよ、だいぶ年季入ってますね。やっぱ足元だね。そうだね、年季入ってきてますね。これはピカピカにしてあげたいわ。つまみながらやりましょう。うわー、いいっすね。肉のチキンと団子、お箸持ってきます。はい、ちょっとバラシが、はい、いいね。あれ、ビールがねえよ。やべやべやべ、舐め込んだ。ありがとうございます。あ、私ももらっていいですか。すいません、まだ何もしてないんで。焦りが出てる、ね、あ、よっ、ラス。今始まってない。2本目ないよ。いいじゃん、いいじゃん。よし、
バラすのも容易じゃないですね。バラすとこんな感じになりますか。ハンプと組み上げるのが大変だね。やっぱ足傷んでる。足傷んでるね。結構番手が荒いやつでガシガシいきますね。おい、だいぶ白くなりましたね。いいね。これがオールナット本来の、うん、乾燥してる状態のね。これが今ちょっと濡れ布巾で、あ、すごい、そんなにしっとりするんだ。うん、分かるかな。ちょっとのことだけどめちゃくちゃ時間かかるね。オッケー、仕上がりました。もうなくなった？2本目。あ、もうなくなります。すいません。じゃあ、あれするか。いいのがあるんで。だ。いやー。ありますよ。マジっすか。あります。あ、ちょっとやりますか。やりましょう。こちら。消毒ガラスの薄張りグラス。すごいね。ねえ、いいんだよね、これがまた。ガラスなんだよね。ね、そう、バーとかで出てくるやつね。山下さん、これで思いっきり。いいっすか。ジョボジョボってやってくださいよ。ジョボジョボ入れた方がいい？好きに入れていい。好きに入れて。うん、普通に注ぐのかな。はい。あ、すごい、軽っ。これで飲むとまた口当たりがいいんだよね。集中力上がっちゃうわ。よいしょ。下手くそじゃん。まあ、どうぞ。じゃあ誕生日なんで。じゃあ乾杯。いいよね。やっぱうまいね。ハイボール作ってもすげえ美味しいんだよ、これ。薄張り、うん、いいね、薄張り欲しい、これ。なんか結構ね、あの、洗うのが慎重になっちゃうんだけど。ああ、そうかそうか。めっちゃいいな。ハイボール作るのとか慎重にやるからさ、うん、丁寧に作るんだよ。まあ、それもまたね、楽しみになって。うん、この、なんか 0.01? 岡本製。そうそう、この薄いから口に当たった時の、うん、めちゃ口当たりがいい。だいぶ白い、うん、乾燥してる、はい、うん、これにちょっと T シャツの切れ端を使ってオレンジオイルを塗っていきたいと思います。お願いします。なんだ、うん、あ、これか。本当にオレンジの香りがする。へー、うん、チャップリいくよ。チャップリお願いします。これで、うん、おお。あー、すげえ変わってくる。あー、すごい。これは木の濡れ色だね。まあ、そもそもの木の色が違うから分かりづらいけど、こっちと比べると全然違う。本当だ。うん、これで保湿をしていきたいと思います。はい。まあ、いいね、やっぱり。濡れ色いいね。うん。相当かっこよくなっちゃいますね。ね。ちょっとビール取ってもらっていいですかね。ちょっと待ってください。ビールですね、これはもう。ビールですね。やりましょう。
これでいいのかな。初めてやるから。あ、すごい。でも見て見て、音が全然違う。ここがちょっとかかってる部分だから色が。いや楽しみだね、やっていく。これまた、じゃあ半分。はい、どうぞ。あー、そうそう。俺もちょっとちょうどカラカラだったんで。ウロス。ゴールデンオイルで。失礼します。さあ、行くぞ。いやいいね、綺麗になっていくの嬉しいね。なんかテンション上がるね。ね、プレミアのマイスターシート出ちゃった。ねえ、新品同様になっちゃうね。でもその新品同様になるのってまたいいよね。ね、うん、ガシャガシャ使ってたまにこうやってね、バラしてあげて。ガチガチのメンテ。見て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 、すごいよのツヤ。おほほほほ。これで最後に蜜蝋塗ったらもうどういう、どうなっちゃうんだろうね。楽しみですね。そんなにしたらあかんですよってぐらいまでやりたいよね。あ、見て見て、ほら同じような色になった。本当だ、さっきも全然色違かったのに。これが濡れ色。濡れ色、大和くんの濡れ色も見るか。で、これがハンドル部分で、だいぶ白いからね、これもほら。もうね、ちょっとじゃあ気持ちシュッてやってこれをちょっと伸ばしてみようか。あー、すごい。ハンドル結構いい感じに磨いたからね。ないよ。そうだね、だいぶ大和くんが丁寧にヤスリがけしてくれてたから。あ、めちゃくちゃ持ってくもん。そう、うん、やっぱりオイル持ってくよ。だから見てみて、色塗ったぐらい違うかもしれない。よし、じゃあ全部仕上げていく。全然違うよ。本当だ。ここまで仕上げて全然木が違うんじゃないかぐらいですね。そうそう、これ、あ、色を塗ってるわけじゃないんだけどね、うん、木の本当の濡れ色。裏は割と近い色、表面はだいぶ日光に当たるからかな。わかんないけどね。たっぷり染み込ませてあげて。こっちもね、ちょっと気持ち出して。だいぶ乾いてるね。半分やるとすごいわかるわ。本当だ。いい色だね。うん、いい色。オルナットのね、この自然の色がいいよね。オイルフィニッシュはまたね、ちょっと違う質感でかっこいいね。うん、動くない？同じ足だよ。ね、丁寧に丁寧に、そう、ちゃさってやるだけじゃね、なかなか変わんないんだよ。これもさ、こうやってやるだけじゃ、うん、こうやってずーっとやってるとね、うん、これになってくの、そう、深い色になってくるの、ね。へえ、これはテンション上がるよね。飲むか。飲むか。瓶ビールあるんだよね。瓶ビールやるか。うん、頼むわ。全然違う。いや、ちょっと暗くなっちゃったんで、残りは一回ちょっと乾燥させ、乾燥というか染み込ませてから、うんうん、明日じゃあ最後蜜蝋を塗っていきましょう。一夜明けてあれですね、本日もやっていくんですけど、はい、だいぶしっとりしてますね。ねえ、いいね。うん、
どう香りは。あ、オレンジのほのかな香りがする、うん、ちょっと油ついちゃったやめてください。ヤマトオイルで、本日はこちらの木工用の蜜ろうクリームですね、うん、こちらを塗り込んで乳液的な感じみたいですね、うんうん、仕上げでこれを塗って乾燥させて最後にマイスターシート貼っていきましょう。はい、じゃあ山手くんが空拭きでホコリを取って、僕がこちらの蜜ろうで、わーお、こう薄く伸ばしてくるのね、うん、あ、すごい木目に沿って、うん、いいんだよね、これで。いや、あ、すごい、艶が出てすごい、すごい。昨日はこれがオイルだったから乾いたけど、これが続くようになるのかな、うん、でも最後拭き取るのか、最後に、うん、今、塗ったのと塗ってないみたい。気持ちね、こっちの左側の方が、あ、でも全然違うね、うん、木目がまた違うのがいいね、うん、よっしゃ、どんどんやっていこうか。はい、これもまた丁寧にやるからめちゃくちゃ時間かかりそうだね。軽く最初にある程度みんな伸ばしておいて、うん、はい、最後にこう、こうしようかな、うん、何しろ初めてなんで自分不器用なもんで、うん、いいね、ツヤツヤだよ、ね、昔このウォールナットこういう黒く塗ってんだと思ってた俺ね、うん、あとちょっと色付けしてるよね、こういう色だと思ってた最初、なんか何もしなくても、だから乾いてるとほんと真っ白までいかないけど、ね、すごく白いもんね、うん、うん、お色気にしようね、手間がかかるけど元に戻るから、うん、怖いんだよな。こっちが今蜜ろう塗り終わったほうのと、ちょっとこれから蜜ろう塗るやつだね、うん、そこまではどう、あ、若干ツヤツヤがある、うん、うん、こっちはもうちょっとしっとりしてる。まあ、最後こちら蜜ろう塗っていきましょう、うん、よし、じゃあこれもいい感じに仕上がったので少し置いて、そうね、うん、なじませて最後あれだね、その間に編集して、うん、いきましょうか、組み上げましょう最後、うん、だいぶ、うん、あ、いいね、馴染んだね、ちょっと拭き上げていきましょう、はい、どうぞ、これで拭き上げて、うん、あ、だいぶ染み込んだんだね、たっぷり塗ったけど、ね、でこれで拭いたら組み上げていこうか、はい、よし、じゃあちょっと一回組んでからだいきましょうか。そうですね、こっちの黄色い方、黄色だったやつをある程度普通の形になるまで組んでみようか。うん、うん、よいしょ。いいのからだね。うん。バラしすぎて組み立てに悩んで2時間ぐらい経ちましたね、うん、黄色からいこうか、いいね、黄色だからね、うん、素敵ですね、あら、あら、ちょっと手って洗いたいですね、この綺麗さは。いやいいじゃん、美しい、どうでした、ここね、うん、うん、こんな感じで、わお、説明書に、ね、2人ではめてくれみたいなのが出たのね、2人で結構ギチギチだから、うん、
一回じゃあこっちだけ取っちゃってこういう力はめてこの上取っちゃってこうはめてからロックするにしようか。うん、よし来た。で次が。ここまでバラしたら別に一人でも入れるかもしれない。ね、組み上げるだけだもんね。ね。危なく避けるとかだったわ避けのうちに垂らせるとかだったねでここに行くかご安全に行きましょう。下からで、これを押してインタクションを通してよし、ああ来た。で、こいつを前と後ろつけちゃってよいしょ。で、こいつを下からいっていいですか。あ、すごいなるほどね。これは2人ではダメだよ。うん、え、どうしよう。あ、すごい強いぞ。あ、わかった。先にこっち、あ、違うか。オッケー。うん、座ってもらってよいしょよいしょよいしょ。あ、すごい。よいしょ。こちらも浜さん、はい。痛い。この壁めちゃくちゃかっこいいじゃん。ね、黒が映えるね。映えますな。うん、新品だね。新品だったね。ちょっとじゃあ、マシ締め終わったら座り心地チェックしましょうか。うん、これもう立つもんね。立っちゃうよね。どうぞ座ってください。いいですか。すごい。座ってみ。すげえいいじゃん。おお、すげえ。全然違うね。違う。プロンプロンのやつ。いいね。だいぶ変わった。うわあ、しかも新品みたいなこの色がね。ね。こんなに変わるんだね。おお、じゃあ来ましたね。できますよ。赤も映えてますね。ここにちょっと
ライナーしてもらっていいですか。これでいける説あるよね。それでいける説ですね。ちょっと下から失礼して上もライナーしちゃって。ライナーって何ライナーって何パンティライナーパンティライナーそうそうパンティだから履かせるだからパンティってこと、うん、でカラーのライナーってことそれで入れちゃってチャー言っちゃったじゃん。ちょっと待ってですか。こう下に広げたらこうなっちゃうからこっちだけみたいな。何て言うんだろう。あ、足足足入った下入れた下入ったすげえ。これを締めた。これを締めた。